皆さんこんにちは。スポーツイベントハンドボール編集部の鈴木光平です。こんにちは、張高人です。この番組はハンドボール専門の月刊誌スポーツイベントハンドボールの編集部がハンドボールのことについて語っていきます。今回は現在カタールで行われているパリオリンピックアジア男子予選についてです。この大会の優勝国は来年のパリオリンピックのアジア代表として出場します。そして2位のチームは来年3月に行われる世界最終予選へ進みます。では今回は日本代表の活躍について、中心として話していきますので、まず日本の戦いぶりについて振り返ります。まず結果としては1次リーグ B 組で4戦全勝で1位通過して準決勝に進めました。で、初戦はイランに25-20、2戦目はバーレーンに27-26で競り勝って2連勝で、3戦目、アジア大会の3位決定戦でも敗れていたクウェートに32-30で勝って、最終戦カザフスタンに44-19で勝ちました。で、どうでしょうか、この日本の4連勝っていうところは。はい、アジア大会でですね、この直前にあったアジア大会で、イランに勝って逆にバーレーンとクウェートに敗れていたので、そのあたりどうなのかなと。やっぱりアジアの中東の国とはですね、どことやっても常に50-50と、ダグル・シグルトソン監督もそのように話してたんですけれども、実際にそういう試合が多いのでどうなるのかなと思ったんですけれども、非常にいい入りだったり、入りがうまくいかなくても最後までね、しっかり粘ってっていう戦いで、課題はあっても、とにかく勝つというところに関しては、しっかりと結果を残した、4勝だったのかなというふうに感じてます。やっぱり一番大きいのはバーレーン戦ですかね、勝ったのが。そうですね、展開的にもあまりこう、なんていうのかな、勝ったんですけれども、もっとこうなんとかできるチャンスがあるところでミスがあったりっていうのがあった中で、これまでだったらバーレーンにはね、結構、そうですね、粘り強く、バーレーンの特徴の一つとしては、フィジカル的にはね、そんなにこう大きいわけじゃないんですけど、とにかく選手も、日本の選手も言ってるんですけど、メンタル面で最後まで諦めないとか、チーム一丸でやってくるっていうところが、すごく泥臭いチームなので、大体勝負の際のところで、バーレーン。にそこで上回られることが多かったので、今回それと逆の展開というか、日本の方が粘って最後まで諦めずにやってっていう戦い方ができたのかなと僕としては思っています。そうですね、やっぱりあとバーレーン戦、ディフェンスで5-1がかなりハマったのも大きかったですね。そうですね、シグルドソン監督、手を打つのがすごく早いですよね、この大会。そうですね、それも結構うまく成功してて、選手交代のあれも良かったっていうのもあって、5-1成功して、そうですね、だから高野壮太選手、44番の高野壮太選手が、トップディフェンスに入ったり、6-0 になると2枚目とかに入って、そのまま流れでオフェンスでは左サイドに入ったりするんですけど、非常に監督としては助かる存在、そうですね、いい活躍を、ね、してくれてるのかなと思います。で、バーレーンも5-1に対してなんかいろいろしてくるのかなと思ったら、あんまりしてこなかったんで、それこそサイドが切ってきたりとか、で、何人攻撃もいつかしてくるかなとか思ってたんですけど、全くしてこなかったんで。そうですね、99番のアルサイドっていう選手が、この試合に出てなくて、はい、そうですね。キャプテンでというか、これまでキャプテンを務めることも多かったり、この前のアジア大会でも日本が確か再選して9点ぐらい取られてるんですけど、もうほとんどバーレーンのこう得点源でも、ここ5年ぐらいはずっとそういう形でやってますね、彼は。そうですね、勝負どころでは大体彼にやられるっていうことが多かったんですが、その他の試合、この前のクウェート戦とかにも出てるんですが、なぜか日本戦には出てなくて、日本戦と、だからその前の最初のカザフスタン戦ですね、そこが出てなくて、それ以降は何か、なぜか出てるっていう、怪我じゃなかったんだなと思って。だから逆に怪我でちょっとまだ調子が戻ってなかったのか、日本としてはそれが良かったのかなと。95番のね、若手の、その非常にキレのある選手が代わりのポジションに入ってましたけども、ちょっとこう、逆に若さというか、ね、こう試合が進むにつれて、自分がっていう感じのプレーが増えて、そこに救われた部分もあったのかなと思いました。そこがだから点取られるけど、あんまりこう連動性ない得点だったんで、単発で終わるっていうか、取られてもはいいよっていう感じの印象も受けたので、
あそこでだからアルサイドだったらちょっとこう、はい、あそこ取られてマークされて次メルザとか77番のメルザとかが突破してくるとか右展開されてとかいう形が結構多かったので、うん、まあそのなんか連動性がなかったなって印象はありましたね。そうですね。だから個人能力はあるけどもっていうところでそこにまあ救われた部分、うん、日本そうです、ね、ミスをまあそこで帳消しにできたかなという印象ですね。はい。まああと最後もまあ結局まあ自滅してくれてバーレンが。そうですね。まあその前にやっぱりこう日本が1分間ぐらい集中して守ったっていうのはかなり大きかったなと思って、28分40秒ぐらいからずっと守ってたんでフリースローフリースローフリースローで。そうですね。あれもね、あの右サイド、あ、日本から見ると左サイド側かにかなり追い込んだところからだん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 真ん中に寄ってくるから、はいはいはい、そうですね。と思ったけど、あれはまあなんとかね本当に耐えて相手のまあ焦りからのミスで7メートルで取っていく展開に今持っていけたっていうのは本当に鈴木君が今言ったようにまあ粘り強くなんとか守り切った守ったかっていうのはいうところですね。まあ、あそこの最後の判定ちょっとこう分かりづらい人もいると思うのでちょっと説明すると、最後残り10秒でバーレーンがまあミスして多分オーバーステップの判定だと思うんですけど、オーバーステップしてボールを置かない、その場に置かないで転がしたんですよね、あのスローを振らせるために、うん、で今ルール的にその残り30秒切った場面でああいうプレー遅延行為とかをしたらもう即レッドカードプラス7メータースロー、場所とかシュートとかかかわらず7メータースロー与えられるっていうルールだったので、最後残り10秒で日本が7メートルを獲得という形になりましたね。はい。あそこでね、安平康介選手、日本の2番ですね、はい、2番ですね。安平康介選手が、まあこの試合も7メートルずっと投げて途中で外して1本外して、途中からは蔦谷大河選手が、はい、7番の蔦谷大河選手がずっと投げていて、で蔦谷選手もまあ後半のねちょっと最後の方の勝負どころで1本いいシュートだったんですけど外しちゃって、はいはい、で安平選手がもう一回戻ってきて、まあ本当に緊張する場面なんですけど、23ですね、はい、ね、堂々たるシュートをしっかり決めて、そうですね、そのあたりもこう日本の明るい未来みたいなところで考えるとすごく大事な一本だったのかなというふうにも思いましたね。まあそれで最後残り8秒ぐらいをしっかり守り切って勝ったっていうところだったので、まあ今までこう結構連敗していたバーレーンに勝って勢いついたかなっていう印象はありました。そうですね、うん、でまあその後のクウェート戦はちょっと結構クウェートが自滅気味というか、まあ勝手にこうイライラしてフラストレーション溜まって勝手に退場とかベンチも退場とかなってくれたんで助かった部分があったと思うんですけど、逆に言うとなんかそれがなかったらちょっと危なかったなっていう印象もあったので、はい、そうですね。ここまで日本はその個人能力とかフィジカルでは、はい、これまでそこら辺で押し込まれることが多かったですけど、中東勢との試合ではそのあたりは そこまでではない感じがするんですけど、逆にそのシュートをバン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 、ね、キーパーに大事なところで当てたりとか、はいはい、ディフェンスで最後ちょっとこうなんだろう、まあ、掴んで止めようとはしてるんだけど、こうなかなかアドバンテージで止まらなくてそのまま打たれてキーパーが取れないってい こうちょっとこう最後キーパー取ってほしいところでなかなかうまく合わなかったりとか。そうですね。だからそのあたりでちょっとこうクエートも決して悪いチームじゃないんですけど、こんなにもつれなくてもいいのになっていう、向こうがねさっき鈴木君が言ったようにそれだけイライラして変なプレーしたりとか、そうですね、ね、2分退場食らったりとかするぐらいの展開の中でもつれてしまったのは、まあ、そのあたりがちょっとあるのかな、まあ、これ多分準決勝に向けての課題の一つ。そうですね、まあ、そのクウェート戦に限らずこうやっぱり2分相手が2分間退場でこっちが1人多い状態、パワープレーの状態の時の得点がちょっと少ない、成功率が低いんで、うん、そこは気になるかなとはこの4試合通して思いましたね。そうですね、やっぱりしっかりね取れるところで取って流れを掴むっていうようなところ。そうですね。でまあこういうスポーツって不思議だなと思うのが、日本はこれまでこういう舞台ではそういうプレーをして流れを手放して離されるっていうことが多かったんですよね、どうしても、はい、なのに今回はそこで流れをと掴めなかったり相手に渡したりした後のにしっかり耐えるという、うん、
で、まあね、多くて例えば3点差か2点差でずっと良くなくてもついていって、はいはい、まあ、後半勝負どころでこのバーレン戦、クエト戦に関しては速攻とかも出て、まあ、追いついたり逆転したりみたいな、はい、そういう展開に持ち込めてるので、まあ、いいんだか悪いんだかなんですけど、そういう戦いもこう良くも悪くもできてるかなと。そうですね、ありますね。まあ、あと日本でいうと、まあ、アジア大会が多分大きく変わったっていうと、まあ、それこそ海外組、3人新しく加わって、先ほど出た 安平選手で、3番の徳田蓮之介選手、あと13番か吉田修一選手が加わって、はい、で、まあ、安平選手と吉田選手をこうスタートから使うようになって、かなり変わったかなっていう印象はありますね。うん、そうですね。だからちょっと不安なのは、吉田選手がポストプレーに関しては、いやもうこれ完全にあの強いんですけど、はい、当然相手でも全然なんてことのない、あのね、こう全く押し負けずシュートまで持っていけるんですけど、あの結構シュートを外したり当てたりしていて。そうですね、ちょっと当ててるっていう印象ですかね、僕から見てると、ちょっと体の近く狙いすぎだなっていう印象はありますね。あ、やっぱり中段とか今回のゴールキーパー見てると、中段に対してやっぱり足で上げてきて、まあ、基本的にそこでカバーしてる、足でカバーしてるっていうキーピングするキーパーが多くて、そこにこう当てちゃうとか、だから四隅を狙うとか、もうちょっとこう冷静に見たら、まあ、あそこの距離なんでシュッてこうスピードなくても投げればコースに入るっちゃ入ると思うんで、そういうのが増えてきたら、まあ、もうちょっと確率上がってくるんじゃないかなと思いますけど。やっぱりあのシュートチャンス結構多いので、逆に言うとそれだけのポジション取りだったり強さで、あのボールを呼び込みやすい状況を作れているっていうのは、はい、やっぱり、ね、日本はなかなかこういい選手はいるんですけど、これまでポストプレイヤーはそこまで強くて、そこまでボールを呼び込める選手ってなかなか近年はいなかったので。そうですね、やっぱライン際でどうしてもこうあそこで押し負けちゃうっていうか、ディフェンスのプッシュに、うん、プレッシャーとかに負けちゃって、こういい位置取れないって選手が多かったので、ね、なのでそこはプラスの材料で、だからシュートがもうちょっと本人が一番分かってると思うんですけど、はい、入るようになってくれば、まあ、全然また変わってくるのかなと。そうですね、展開も、まあ、でもそれ以外でもこうかなりこうやっぱディフェンス引きつけてくれますよね。でやっぱ前半立ち上がりとか安平選手がかなり吉田選手を使ったプレーを多くするんで、うん、やっぱディフェンスちょっとあそこで 7m スローとかやっぱり審判しっかり取ってくるんで、絡んだ状態だったらやっぱ入れさせたくないっていうところで下がってくると、やっぱクロスのミドルシュートが生きてくるはずなんで、まあ、今回も見ててそういう展開は多かったなとは。それで言うと、その安平選手が自分の突破だったりそういう吉田選手とかいう展開でずっとやった後に、アガリエユート選手、キャプテンの33番アガリエユート選手が入ってきた時に、結構クロスを使う展開とか、はい、周りをしっかり使う展開をすることで全然こう攻めのね幅が変わって、そうですね、っていうところもうまくこう機能してる、まあ、クエト戦とかもそうでしたけど、バーレン戦もそうでしたけど、ところありますよね。そうですね、まあ、本当にこうセオリー通りというか、中攻めてライン下げたら上からで、内側入ってきたら外側ってい う, こう本当セオリー通りの攻めが、まあ、機能している場面も多かったと思いますね。はい、そのあたり、まあ、あの攻めのこうストーリーとか、はい、いうところも含めて、あの今のところはいい場面っていうのは見せられているのかなと。あとはだからシュートを決めるっていうところ、ね、そうですね、そこの精度が上がってくれば、はい、もっとこう、まあ、今こう点数がクウェートとカザフスタン戦以外はバーレーンとイラン戦はちょっと25点前後で、ちょっともうちょっと欲しいなっていうぐらいなんで、うん、そうですね。はい、でこのあと準決勝、行われて、で一応組み合わせが決まって、はい、B 組は日本 と,、バーレーンが突破で、もう一つのグループの A 組はカタールと韓国が、準決勝に進みました。はい、でその結果準決勝が、日本対韓国で、もう一つのカードがカタール対バーレーンになりました。はい、でここを勝たないと、まあ、先ほど言ったようにこう世界最終予選に進めないので、もうここで負けたらもう、パリオリンピックはアウトっていう状況になるので、本当にまずは勝たないといけない試合になりました。ここでそうですね、まあ、あの韓国がね、今年
日韓戦、日本と韓国でやりましたけども、まあ、その時のメンバーがある程度主力にいるという形ですよね。去年ですね。あ、去年ですね、すいません、はい、去年の日韓戦の時のメンバーが結構メインでいると。そうですね、うん、どうですか、鈴木君はね、日韓戦の、日本の方ですけれども現地で取材をしたんですが、韓国の印象、まあその日韓戦だったりとか今回のアジア予選での韓国の戦いぶり見てみて、まあ、どんなチームだなっていうふうに感じてますか？そうですね、まあ、日韓戦の話から言うと、まあ、1年前になっちゃうのでどう、まあ、あんまり参考にならないかもしれないですけど、まあ、日本のラウンドで見たときは、まあ、ちょっとこう負ける気がしないなっていう印象もあったんですよね、見てて。まあそのホームの力もあったと思いますし、まあ、韓国があんまり出来が良くなかった。でこれはちょっとなんか韓国勝つイメージあんまりないなと思ったら、韓国ラウンドで、まあ、逆に結構点差離されたんでびっくりしたんですけど。23対33でしたね、韓国ラウンド、ね、だから、まあ、個人的にはそんな離れるかっていう印象はありましたね。まあ、あの時の日韓戦って結構その今回のメンバーもいるんですけれども、それ以外にも、はい、まあ、若い選手だったりその時代表デビューだったりぐらいの選手も、はいはい、いましたね、はい、まあ、それこそ車体の、まあ、今回入ってないですけど富永選手とか、はい、が代表デビューでトップに入ってこう流れ変えるような動きもしてくれて、それで勢いに乗ったところもありましたね、なのでそういう点ではその、まあ、韓国ラウンドではそこの、まあ、韓国負けられない、地元で負けられないっていうのもあったんですけど、はい、そこら辺のこうチームとのしての成熟度みたいなところ、はい、っていうのもまあ少しねあったのかもしれないなという去年の話ですけどね。はい、そうですね、で、まあ、でまあ、今回の韓国のゲーム見てるとかなりこう、まあ、上からのシュートあんまりこう、まあ、それこそ9メーターから外からのシュートがかなり少ないなっていう印象がありますね。でなるべくこう9メーターないで打つ、それこそカットインもそうです、はい、サイドとかでポストがちょっと少ないと思ったんですけど、まあ、そういうところがちょっとこう多いので、まあ、割とこうシュート決定率が高いんですよね、見てるとどのゲームも、はい、そういう印象があって、でディフェンス面で言うとちょっとこうやっぱり、まあ、多分フィジカル的には日本と同じぐらいなのかなとは、その高さ的にも体の強さ的にも、うん、特にあのやっぱ中東勢、まあ日本も結構こう押し込まれて、さっき言ったようにこう押し込まれて、フリースを取れない状態で打たれて決められるようなシーンが多かったんですけど、はい、それ韓国も結構同様で、はい、やっぱり中東勢のフィジカルの強さに押し込まれて、まあ、シュート決められるっていうシーンが結構多かったんですね。はい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 、そうですね、サイズ的にもやっぱりね見てても明らかにそんなにこう大きい選手だったりとか上からドンと打てる選手っていうのはやっぱり確かにいないですよね、そんなには、はい、そうですね、うん、だからやっぱりにちょっと似てるかなっていう印象は、そのディフェンス的には、強さ、ディフェンスの強さ的には似てるかなとは印象はありますね。だからこれまでの試合とは全くね、日本にとってもこのアジア大会だったり、はい、ここまでのアジア予選の、まあ、カザフスタン戦はねこう力の差があったのであれなんですけれども、それ以外の3試合の とは全くこう違う感じの相手、そうですね、よく、まあ、選手たちもよく言いますけど、こう韓国とその中東ってかなりこうリズムがちょっと違ってやりづらいっていう、うん、合わせフィットするのがこう結構難しいっていう話はしてますね。韓国に合わせようとすると逆にこう中東勢に合わなかったりとか、そうですよね、があるので、お互いにね動きながらの、まあ、フィジカル勝負ではない試合になる中で、はい、まあ、どれだけできるかっていうところなんですけど、まあ、鈴木君的にはどこら辺がポイントかなっていうふうに思いますか？そうですね、まあ、スタメンのメンバーが結構先ほど言ったようにこう日韓定期戦のメンバーで出てるんですけど、今回サブで出てくる23番のパク・クワンソンって名前なんですかねっていう方、パク・グァンソン、うん、23番の選手なんですけど、彼が出てきてかなりこういい仕事をするのが多いんですよね、うん、それこそ初戦の UAE 戦3分の3で、サウジ戦も5分の5で、カタール戦6分の5で、最後の中国戦5分の5ってかなりこう高確率で決めてくるんで、まあそこで得点、やっぱ韓国としてはそこで得点つないでいきたい、やっぱスタメンのメンバーが出た後のセカンドユニットで
なるべく得点していきたいっていう印象があると思うんで、彼を、まあ、しっかり止めれるか、あまりいい状態で打たせないかっていうのがポイントだと思いますね。あと、そのキーパーですね、66番のキム・ドングっていうのが、はい、選手が、そうですね。あまり最近、韓国にはいなかった、その、でっかいです、横幅がでっかい大きなキーパーで。あーちょっと見た目の印象、多分100キロあるんだろうなっていうのはありますけど。そうそう、なんか俊敏っていう感じではないんですけど、そうですね、面はしっかり作ってくるんですけど、ちょっとステップワーク苦手かなっていう印象があって、いや、このキーパーに対してちょっとどうかなっていうのを思ってるんですよね。あの、何かっていうと、イラン、はいはい、バーレーンとかのキーパーってちょっと横幅が大きくて、今回そうですね。で、まあ、あまり対戦する機会がない、日本でもそういうキーパーってあまりいませんし、この横幅が大きくてっていうところのキーパーに結構当てちゃってるようなイメージがちょっとあって、そうですね、なんかこう俊敏でどうっていうキーパーじゃないですけど、そういうキーパーにこう変に当てちゃってハマっちゃうみたいな、うんうん、風にならないといいなっていうのは少し思ってますね。そうですね、まあでも逆に言うと、こう今まで戦ってきたタイプのキーパーちょっと似てると思うんで、うん、まあ、今までのこう反省というか感覚をちょっと修正できやすいんじゃないかなとは思いますね。その修正をね、しっかり、そうですね、できたら、まあちょっとあんまりこう、やっぱ体、やっぱ止めてるシーン見ると、やっぱ体の近くとかが多い気がするんで、うん、まあちょっとこう上から、まあ、カタールなんか特にそうでしたけど、本当に上の角度から上のコース、打ってくるような。シュートとか足元とかがかなり入ってる印象がありましたね。はい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 。あともう一つは、まあ、これ日程のその都合で仕方ないんですけれども、はい、日本は最後に試合したのは22日、はい、4日空くんですよね。はい、で、22日のカザフスタン戦っていうのは、主力がほとんど出てないので、まあ、日本がですね。で、そうすると主力の選手とかって、まあ、5日間ぐらい、ほぼ試合が空くみたいな感じがあって、はい、そのかなり連戦が続いてきた中で試合が空くのは体のリカバーっていう意味ではいいんですけれども、このレベルの選手になったことがないから分かんないですけど、うん、3試合した後5日空いてトップギアの韓国戦みたいなのってどうなんだろうっていうのはちょっと不安な感じがするんですよね。どうなんだろうね。まあでも韓国はかなり疲れてると思うんで、韓国はカタールやって、その後中連チャンか、あ、ね、中1日か、中1日で中国戦やって、でまた中1日で準決勝っていう状況なん で、中国戦も見てると全然休める展開じゃなかったんで、うんうん、点差ねついてないですからね。 そうですね、まあ前半もなんか途中までどっこいどっこいで、ちょっとこれ中国あるかなっていうぐらいの感じだったんで、うん、だからあんまりこう韓国人は休めなすぎてる、日本は休んでるけど、そういう、まあ、試合感はちょっと不安ありますけど、まあ、コンディション面はいいとは思いますし、韓国はその全部反対ですね。その試合感はあるけど、うん、ちょっと体力的に問題がありそうかなっていうのは、まあ、どっちに転ぶかですね、お互いにね。そうですね。まあ、それが多分、こう、残り10分とかあたりで出てくるかもしれないですね。はいはいはい。そうか、そうですよね。最後のね、勝負どころの時に、その、逆に韓国の連戦が続いているところでの体力面とか、はい。そういうところでマイナスになってきてくれると、日本としてはいいということですね。逆にこっちは、状態で、まあ、戦えると。まあ、あと日本もこう出ずっぱりっていうのはほとんどいないと思うんで、多分元木選手と吉田選手ぐらい。ああ、そうそう、そうですね。っていう意味で、まあ、かなりこう休めてる試合、まあ、きつい試合は多かったと思うんですけど、休めてるとは思うんで。うん、そうですね。そうか、まあ、プラスに捉えればそういう感じ。そうですね。まあ、試合間のところだけちょっとどうなのかな、このレベルでと思ったので、まあ、私が勝手に不安に思ってるだけですね。まあそういうのはちゃんとシグルトさん監督もそう考えるでしょうから、うん、そうですね、まああと、はい、気分的にやっぱ勝ってるんでだいぶ気分はいいと思うんで、
だから負けて、最後負けて準決勝進出ってよりは、ずっと勝ってて準決勝進出なので、はいはいはい。そういう気持ちの面はだいぶ楽だとは思いますね。そうですね。まあ、期待して、本当に決勝をね、迎えられるように。そうですね。はい。わかりました。はい。では、今回の配信は以上です。準決勝は本日、26日ですね、の25時、つまり27日の1時、スローオフになっております。そして、現在発売中のスポーツイベントハンドボール2023年11月号では、全日本委員会の展望や、日本リーグ女子の名鑑を特集しています。弊社オンラインショップなどでお買い求めください。また、ニュースレターの配信をスタートしました。本誌に載せきれなかったニュースなどを配信しているので、こちらもぜひご登録ください。この番組はスポーツイベントハンドボール編集部がハンドボールに関する情報をお伝えしていきます。取り上げてほしいテーマ、日本リーグ選手にこんなことを聞いてほしいなどがあれば、スタンド FM のアプリからレターという機能があるので、それを使って送ってください。今後も定期的に配信してハンドボール界の情報をお伝えしていくので、チャンネルのフォローよろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに。ご清聴ありがとうございました。